プロサッカークラブを本気で作る人は必見。ついに60チームにまで到達した J リーグ。しかしまだまだ J リーグ入りを目指しているクラブはあります。そしてまだ生まれていないクラブでも未来の J リーグ入りの可能性は十分あります。しかし J リーグ入りをするためには長い階段を一歩ずつ登らなければなりません。まずはチームを立ち上げて都道府県リーグに登録をします。この都道府県リーグに登録する条件としてユニフォームの準備や加盟費用を納めるなど当然それなりのお金がかかります。都道府県リーグはだいたい2から4部くらいまでありますので、その最下層から徐々に勝ち上がっていかなければなりません。都道府県リーグ1部まで登ってそれを制したら今度は地域リーグに挑戦です。地域リーグは9ブロックに分かれていて、そこで1位になるとアマチュア最高峰の JFL 入りをかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグへの出場権を得られます。なお地域リーグ1位になれなくても全国社会人サッカー選手権大会、通称全社の出場権を得て上位3チームに入れば地域チャンピオンズリーグには出られます。この狭き門である地域チャンピオンズリーグで優勝するか、2位となり JFL 界との入れ替え戦に勝てばようやく JFL です。ちなみに JFL にも入会条件もありますので、それを満たしていなければ上位に入ってもそこで終わりです。そしてようやく JFL までたどり着いたら今度はいよいよ J3 入りに向けた戦いですが、 J3 入りはさらに厳しい戦いとなります。2024年ルールで言えば JFL で優勝するか、2位に入って J3 の下位クラブとの入れ替え戦に勝利することが J リーグ入りの条件の一つです。しかし実績があればいいというわけではなく、 J3 の下部組織やスタジアムの整備など J3 のクラブライセンスを取得しなければなりません。さらに前年の平均観客数が2000人超えという条件もありますが、実は2023年に当てはめるとこれをクリアしている JFL クラブはありません。プロクラブですのである程度の集客はできなければなりませんが、これをクリアするには地道に活動していくしかないでしょう。時代によってはルールは違いますが、これほどまでに J リーグ入りを目指すのは遠い道のりなので、今の60クラブは本当にすごいのです。あなたの街にも J リーグ入りを目指しているクラブがあるのならば、まずはスタジアムに足を運んで応援してみてはいかがでしょうか。